気をつけて。ほっ、あっ、ちっ、そんなバカな。どうもこんにちは、黒ネタです。ラチェット&クランクパラレルトラブル続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回はこちらのゲートに入ってまたホバーブーツを使って走るのかな。まあ、とりあえず行ってみましょう。よいしょ。で、あ、こっから飛べと。あ、いいねこの曲。行くぞ。飛べ。おう、なるほど。どんどん加速して。おう、ここはどこだ。どんどん行け、どんどん行け。もっとだ、もっとスピードも。よいしょ。お、これ乗るのか。届いてないが、こうか。よいしょ。お、また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 、いきなりバトルか。じゃあ水ファンギャールでグリーンスプリンクラーで、その気だったらエンフォーサー。よしよしよいしょ。危ねえ。お、エンフォーサーレベルアップ。うれ、うれ、うれ、ほら、よし、いいぞ。お金もゲット。ほいほい、なるほど。おっと、またいるか。ミドファンギャール、そしてグリーンスプリンクラー、エンフォーサー。よし、あとはこいつ倒した。まだいるか。 OK、 弾ゲット。あ、向こうだ。そこだったらシャッターボーン。よし、 OK。 ほい、よし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 、一体一体確実に。よいしょよいしょ。どうだ。あ、まだいるな。水ファンギャール、グリーンスプリンクラーで、ピクセライザーとかも使ってみるか。ほい、よいしょ。ほい、あ、いてててててて。あ、なんだ。あ、ピクセライザーレベルアップ。よいしょ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 。あとはあれか、これこれ、ファンギャールアンドスプリンクラップ。そこだったらネガトロン、間違えた、ネガトロンコライダー。よし、もう一丁。よし、あ、後で聞く。それどころじゃねえ。よいしょ、いった。あ、どこ？端？あ、これか？ほい。はいはいはい、回します回します。こうか。はい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 。何？屋上来たよ。おーっとっとっと、またお前か。危ねえ。水ファンギャール。そして、スプリンクラー。そして、エンフォーサー。あ、結構いるな。おいおい、おっおっと、よいしょ。あ、意外とかわせる。よしよしよし、くっ。あ、水ファンギャルがない。スプリンクラー再設置。あ、痛い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 。ピクサライザー、よいしょ。どうだ。そんな愛はいらねえ。よいしょ、いてて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 、やばい、弾がねえな。よいしょ、とりあえずこいつを出して動きを止めつつ、ピストルピストル、おれ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 、ふっ、あ、いた。踊ってんじゃねえ。やべ、2体いるとつらいな。回復。おっと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 、待て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 、弾がね。
お前邪魔だこの野郎。よいしょ。くっせ、この野郎。シャッターボム。くっ、もっと。シャッターボムもレベルアップ、オッケー。どうしようかな。くっ、メガトロこらえた。くっ、やばい。そこら中に敵が。一旦距離を取って、取って、どうしようかな。どうしようかな、この状況。あ、とりあえず、後ろにもいんな。ほっ。よいしょ。ほれ。しつこくない。弾がねえか。やばい。こっちも弾切れ。あ、いててててててて。待った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 。お前は邪魔だこの野郎。あいたー、それ当たんのか。ほい、よいしょ、回復。よいしょ、よし。こいつらまだ通常武器でなんとかなるが、このジャガーノとかこいつがやべえ。ネガトロコライダー、おっと、ネガトロコライダー、弾がない。くそ、あとはこれだけか。あ、まだエンフォーサーがある。ほい、ほい、おっと、ほい、ほい、ほい、く、切れた。プラズマー、いて、これ覗き込んでるとかわしづれえな。オッケー、あー、はいはい、よいしょ。中に入るためにあとはどうする？何をしろっつってた？あんま聞いてなかったな。あ、これか。ほい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 。どんどん回せ、どんどん回せ。よし、よし、入りましょう。ほっ。いやー、厳しい戦いだな。見覚えある、ロンバックスがこれを作ったんだ。オイラの父さんはディメンジョネーターを守ってた最初のやつね。悪人の手に渡らないようにってずっと。ごめん父さん。会いたいです、ロンバックス族に。どうかな、会ったこともないしさ。でも、会いたいかも。わかるですよ、いつかきっと会えるです。まずディメンジョネーターを作れっかだね。できそう？はい、でも作れるのは銀河一厳しい警備で知られるケダロステーションの工場だけです。ケダロステーション、じゃあそこ行こっか。 KT74 ラチェット。お、私キットが一番好きです。おお、じゃあキットだ。あ、ん、よっと、なんかすごい揺れてるけど、また敵？ちょっと待って、この数は。逃げなきゃ。アーカイブスを守るです。え、待て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 、せっかく会えたんだぞ。あ、なんだ、おい、ちょっとちょっと、どういうこと。お、マジかお前、強いじゃねえか。さっきも手伝ってくれればよかったのに。あ、めっちゃ強い。あ、逃げてくぞ。あ、逃げ切れず。
ダメ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 。あー、その状態になるとちょっと自我がなくなるのか。近くにいると危険です。キッドは兵器だったです。皇帝の銀河を守るための兵器。え？ある晩パトロールで皇帝エリアに怪しい奴がいたです。もしかしてリベット？止めようとしてキッドは傷つけるしかできないです。いやでも今暴走止まったよね。つけたくないです。方法はありそうだけどな。でもこのミッションは成功しただろ。はい、そう思うです。確か最初の話じゃ、もしこのミッションが失敗しなかったらキッドと相棒になるです。なぜとは変わってるですね。何度か言われたよ。行こうぜ。でもそれがラチェットのいいところだからね。それなら一回だけ。よっしゃ。見るです。オッケー。よかった、これでお別れかと思った。ラチェットありがとうです。あ、ズーコン。いいって。ほらケダロステーションに行こうぜ。うん、まあその前にだ、武器が買いたい。三角を出せ。よし。ズーのシールドは飽きた。おっ、なにこれ。これ今までのシリーズでも似たものあったな。ちょっと紹介ビデオ見ましょう。うん。出た。これは神だ。バイドリーバルサー。おう。ほう。いいね。俺お金あるか？あ、足らない。結構貯めてきたのに。一応、あ、もう玉代もバカになんねえな。429って。玉買って、あー、どうしよっかな。リコシェットとか他の武器も買っといた方が良さそうな気がするな。ちょっと考えていいですか？ライトニングロッドか、ドリルハウンドか。いやでも高いんだよな、ドリルハウンド。これも欲しいから、あんまり今金使いたくない。だったら、ライトニングロッドを買って、ブーストしちゃうぞ、マッス。で、結構余ってるからアップグレードしてって感じかな。はい、いろいろと強化しました。まずはミズファンギャールの攻撃回数と、あとは注意をそらさせる可能性の方を上げてって、こちらの中の方だね、のやつを手に入れて最大弾数が2つ増えましたよと。で、グリーンスプリンクラーの方もこの周りを取った感じだね。うん。で、敵を倒すと回復用ナノテックが出現されると。まあ、これでしぶとく戦えるかなって感じです。で、あとはプラズマピストルの方、このあたりを取ったかな。射撃の速さとか命中率を上げてったら、これが解放されて、頭にヒットするとボーナスダメージを与えると。いわゆるヘッショだね。ちょっと難しそうですが、ダメージが出るんだったら試してみようかなって感じです。オッケー、結構使ったな。いやー、やっぱこれ欲しいな。うん、またお金貯めよう。1万ちょっとぐらいね。あいよー。よし。ロッドはここか。あ、結構弾あるんだな。よし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 。おっと、話せるね。キッドは、あの、冒険したいんでしょ？最高じゃないの。お、分かってくれるか。幸運を祈ってる。ケダロステーションでも頑張ってね。ありがとう。キッドも不思議です。宇宙のすべてを知ってるとか言ってたからな。さあ行こう。乗り込みます。じゃあこれで次の惑星なんのかな。あ、でもあれだ、うん、そうだ、向こうの方はブリザープライムってとこに行かなきゃいけないんだよね。
これはどうすんだ。まずはこっから行くか。ブリザープライム。あ、リベットに変わったね。サルガストでさ、ラチェットがロンバックス族を探せるようにディメンジョネーター渡したって言ってたよね。まさか私に仲間がいてロンバックスの故郷まであるかもしれないなんて。ねえ、本当に見つかるかな。そんな。え？あ？ええー？ん？惑星がなくなってる？まさかネファリウスか？やりやがったな、あいつ。ただ完全に消滅してるわけじゃないから、探し終わりそうだが。フェーズクォーツを探すが目標ですね。え、これどうなってんのこれ。さすがに落ちたら終わりかな。これは怖？あ、壊せる。はいはい。あ、ボルト、いいね、いいね、いいね。よし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 。あー、ふわふわしてるわ。罰でジャンプね。はいはいはい。これは？あ？はい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 。ここは君の次元？ブリザーだよね。違うっす。けどフェイズコートはあるかもっす。最高作業員を探すっす。なるほど。じゃあ今いるここはラチェットの世界のブリザープライムってことなのかな。まあ、いや、とりあえず冒険できるみたい。なんだ、あいつは強っ。おこの野郎、お前この野郎、いきなりやるんじゃねえよ。ほれ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 、あ、これ強い。ほれ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 、お、グリーンスプリンクラーレベル4、いいですよ。今のは真のようっすね。次元同士の融合が原因かもしれないっす。なるほど。ここもやばそうだな、落ちたらな。ただでさえよく落ちんのに。よいしょ。テンション高えな、あいつら。これは関係ないと。あ、ズーコン。あ、なんだ、向こう側からしかできないっす。今の爆発って次元が不安定になってるっす。なるほど。採掘作業が止まってるっすかね。ああ、ただズーコンはいるな。ああ、まあ一応弾ゲットして、オッケー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 。で、ああ、またよいしょ、お金ゲッチュー。こういうところはいけないと。で、叩きます。あー、こっちに戻ったな。あのさ、ブリザーが残ってる次元ならさっき見つけたんだけど。まだ残ってるだと？どうやって？でけえな、こいつ。わかった。ブリゾンか。惑星が壊される前なら。なんだあいつ。今の誰？話が全然見えない。さっきの人はきっと生き残りに違いないっす。ほう、他のブリゾン探そう。オッケー、あ、待った。オッケー、ラリタニウムゲット。あ、ズーコいね。まあいいや。で、今度はこっちかい。あと、マグネブーツ。ただこれ落ちるぞ。マグネブーツを、マグネブレードを狙い？まるでブレードでマグネキャッチ。こういうことか！なるほど！よし。なんだ？また敵かよ！こんな足場の狭いところで、あの野郎。一旦正月隠れて、ほい。あ、もっと上か。狙いづらいな。あ、間違えてた。こっちだ。シャッターボム。ほっ。ちょっと当たってるか。よし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 。
ッケーオ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 ッケー。ちょ、こういうのは危ねえ。よし、ほっ、よいしょ。向こうは行けそうもないね。あ、そうだ、マップこの先ですね。オッケー、気をつけて。ほっ、あっ、ちっそんなバカな、なんでだちゃんとジャンプ押したんですけどね。よいしょ。これさっきの敵また復活してる？おい、おい、おい、おい。あ、崩壊前の世界という認識が正しいのか。よいしょ、気をつけて。そう、何度も落ちるわけにいかない。ジャンプしたんだけどな俺な。ほっ、よし。でー、よいしょ、これも壊しといて、お金ゲット、移動します。よいしょ、またちょっと数多いな。溝ファンギャル、そしてスプリンクラーで、ライトニングロッド、ほら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 、完全しろ。よし、ほれ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 、よし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 。あ、これもなかなかいいね。オッケー、で、こっちで移動を。よいしょ。こっちはいけないのか。あ、待った。ラリタニウムーめっちゃんじゃん、ゲッチュー。よいしょ、戻れました。うん、うわ、またあの敵がいるな。ブリスターズデイ。あ、あー、これさっき言ったとこの反対側だ。あ、ゲチューラリタニウム。結構落ちてんだな。スイッチどれですか？これをしたらまた向こうの世界戻っちゃうから、これか。オッケー、楽勝。それ好きだな。え、またあそこにいるんだよね。おい、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 よし、バカめか。よし、お金もゲット。こっちは違うかな。マップを確認。うん、こっちだね。ここもあったあといけそうだけどな。なるほど、しょうがないな。よし、おっと、おい。で、ここかい。またとんでもないところ行かせようとすんな。待って、敵が。ちょっと待って、敵を先に倒そう。ファンギャルお願い。よいしょ、おい、おい、頼むぞ、数が多すぎる。よいしょ、これ無限脇か。いや、さすがに、あ、こいつらもちゃんと移動しながら撃ってんだ、えらいな。よし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 、よいしょ、ありがとうな、また来たな。よいしょ、よいしょ、おい、よし、回復。おっと、うわー、お前らか、ゴロツキ。そう簡単に捕まるかよ、かかってこいや。
俺たちは強くなったんだぞ。設置してなんか出してきたな。ほれ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 、よし、あいて、ほら、ほれ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 、よし、あとはドイツだ。うっく、あ、倒した？いや、向こうにいる。あれか、あんな後ろから撃つんじゃねえ。これその攻撃結構強いな。いい声。あ、いや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 、あ、いいぞ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 、いいね。いやでも結構弾使うな。よし、これも壊せるか。あ、これは関係ない。あ、ちょっとそこのボックス、よし、 OK、 回復もゲット。こんなもんかな。よし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 、複数の敵には強いけども単体相手だとそうでもねえのかな。ことあることに言うな。フェーズコースを掘り出すっすよ。あのドリル使えるっす。あのドリル使い方分かる人探そう。オッケー。どっかに作業員いそうだよな。あとさっきの謎のやつ。あ、こいつらは作業はしているが話せない。顔でかっ。あれ、ラリタニウム？あ、ケケチュー。こっちはなし。マップを確認。あ、この先だ。で、こっちの方に追加があるのか。オッケー。ここが採掘基地っすね。ドリルに詳しい人がいるはずっす。主任技師のオフィスで聞いてみてはどうっすか。主任技師のオフィス。何でも知ってるんだね。そうっすね。炭鉱作業員は人生の7割以上を地下で過ごすらしいっすよ。え、本当？嘘っす。クランク、ほんといいキャラしてんな。だいぶ混乱してるようっすね。地震にロックダウンに次元の裂け目。混乱もするよ。それよりドリル。急ごう。あ、ズーコン。私のブリザーと同じなら。ここも危ないかも。ちょっと待ってね。ちょっと弾を。よし。オッケー。私のブリザーと同じなら。ねじっこ集中。ああ、そうっすね。マップ的に、ああ、左か。ってことはこの奥だ。そこにドリルに詳しいやつがいるはず。あ、探してる。これかい？ありがとう。ありがとう。よし。取ります。また？なんか見とれちゃう。あまりにもおぞましすぎてだけど。落ちた？ドカーンってたけど。到着。あれ、主任技師じゃないかな。どれ？あ、こいつか。あんたも聞こえる？ん？何も。声だよ。声？長いこと聞こえてなかったけど、紫のやつがあるとき、いつも聞こえる。最初は振動とブリゾン。お次は。私は聞こえないよ。それよりフェーズコーツ探してるんだ。掘ってくれないかな。何が起こっているか突き止めてからだ。間違いない。この現場は。だから化学ボットに紫のやつを調べさせてるんだ。それで回収しないと。安全になったらね。そう簡単に手伝ってはくれねえか。私がボットを探して無事に連れて帰ってくれよ。ボットは多分メッセージを拾ってるっす。あなたの次元の誰かが送ったっすかね。向こうの次元の状況について情報掴んでるといいけどね。行こう。なるほどね。
あはははは。は科学ポットを回収するってのが次の目的になるのか。オッケー。ちょっと短いかもしれないが、区切りがいいかもしれないな。じゃあ次回はこの続きから、ポットを探しに冒険していきたいと思います。よかったらまた見に来てください。ご視聴ありがとうございました。